Suzuki Mas. Corre acá. El apedito acá. El apedito escata. Corre a Hojo. Shirabe Tato Hojo Seikai des. Eres. Eres. Ah, kono musume no namae datta na. Nanka you ka. Eres o kaishite morao. Mugaisha dana. Saisho ni kizuke yo. Yo no naka ni wa dou demo ii koto ga oe no de na. Watashi o korosou to iu no ka. Sore wa yameta hou ga ii na. Koko no sōchi wa delicate da. Watashi ga inaku nattara sōsaku dekimai. Mm. Ku. So so, koyu toki koso lonely taki shiko shiko ni yotte kodo suru koto shien koto o osusume suru yo. Shien ni amaru kana. Sa sample o tonyu shiro. Shien kana. いや、しやんじゃない。し、かん。し、思うと考える何。し、何かしやん。あ、ブッダ。あの、ブッダエリスじゃなかった。クラウドを助けて。何をする気だ。滅びゆく種族に愛の手をどちらも絶滅間近だ。私が手を貸さないとこの州の生物は減るんでしまうから。運んでしまう。生物ひどいわ。エリスは人間なのよ。許せねえ。バレ、なんとかならないのか。またえい、下がってろ。やめろ。なんということだ。大事なサンプルが。うん。豚。今のうちにエレソ。豚包丁を食べている。ありがとうクラウド。何をやっているこのバカ。どうしたのクラウド。エレベーターが動いている。今度はこんな半端なやつではないぞ。もっと凶暴なサンプルだ。あいつは少々手強い。私の力を貸してやる。喋った。あ、このブッダか。後でいくらでも喋ってやるよ、お嬢さん。よし、ブッダ、仲間になるか。あの化け物は俺たちが片付ける。誰かエリスを安全なところへ。ティファ頼んだぞ。バレ頼む。バレの方が強いだろ。とりあえずティファ。それだけ。お前の名前は。バレ。お前の名前は。まあ、ティファでいいだろ。ティファしようか。はい、ティファしよう。北条は私をレッド。何?レッド13と名付けた。私にとっては無意味な名前だ。好きなように読んでくれ。ああ、そうだな。仲間ですね。レッド13でいいだろ。レッド13。ああ、ブタじゃない。これはハイーナ。ハイーナなんだろう。ああ、レッド13。十分なの。さあ、かかってこい。
誰？あ、ティファ弱い。魔法何？ファイア、ファイア全部。クラウドケール。ティファリミットブレイク。みんな毒か。レンダラッシュ。あ、ティファこの毒持っているね。全毒だけど。ファイア。よし。これ誰？ティファか。全バイオ。よし、バイオハザードか。うん、その後、余裕かな。はい、バイオハザードみたいな植物。バイオ。え？何か回復しちゃった。うん、ダメか。そうだ、これはバイオハザードみたい。ウィリアムですね。ウィリアムですね。あ、このチビたち殺した方がいいかな。それともメインのやつ。復活魔法。そうだな、無理だな、このチビたち。え？攻撃できない。チビたちしか戦えない。ティファは、自分ケールしよう。この人ファイア使える。一回だけか。まあ、普通の攻撃行こう。そうか、あの全体のやつ一回だけ使える。そうか。まあ、時間がかかる戦い。外した。よし、残り一匹。はい、みんな死んだ。余裕。じゃあ、次、読みましょうか。頭が下がる。彼女の動力には頭が下がります。頭に入れる。日本に行く前に大切な語句を頭に入れておきました。頭に来る。家族の前でバカにされて頭に来ました。頭に来る。頭に来ました。バーン。ああ、余裕だな。頭の回転が速い。何を手に入れた？タリスマン。タリスマンアクセサリーか。エリス、大丈夫か？大丈夫みたいよ。いろんな意味でね。私にも選ぶ権利がある。日本足は好みじゃない。お前なんだ？興味深い問いだ。しかしその問いは答えがたいな。私は見ての通りこういう存在だ。いろいろ質問もあるだろうが、とりあえずここから出ようか。道案内くらいなら付き合ってやる。クラウド、やっぱり来てくれたのね。さっきは失礼したな。北条を油断させるために演技をしたつもりだったが。さあ、エリスを助ければもうこんなビルには酔わない。さっさと出ちまおうぜ。5人で行動していたら目立つ。二人に別れよう。メニューボタンでメニューを開く。キャンセルボタンでパーティーチェンジ。決定ボタンで終了。じゃあ誰かな。え？パーティー。いや、なんだ。大会か。いや、読めなかった。よくわからん。
メニューバトンでメニューを開く。キャンセルバトンでパーティーチェンジ。これはキャンセルだね。よしよし。誰欲しい？エリス強いだろ。エリスかなり強い。あ、でもティファの持っているやつ。ティファかなり弱い。じゃあエリスとレッドかな。エリスとレッドでいいかな。あ、はい、それはいいかな。このままでいこう。決定ボタン。はい。先に行くわよ。集合は66階エレベーターは。でもミティアかな。ミティアどうかな。あとではでな。66階エレベーターで合流だ。ミティアはまだそう、あの二人装備しているかな。とりあえず体型、後ろはダメ。このクラウド、タリスマン、精神が10アップ。精神何？まあ精神いいかな。エリスはあの毒のやつ。ミスロイ。腕はミティアない、まあ、たくさん回復持っている。いいね。回復霊気炎レッドはレッドはもっといいアイテム持っている。レッドは炎全体化、そして見破る。これは回復かな。イカズチ見破る。炎より回復かな。まあクラウドは回復いいぞ。大丈夫。これは回復。それだけ。もう一つの回復レベルアップしよう。まあそれは大丈夫だろう。こっち入れる。よしよし、済んだ。あ、敵の技の見ておいて、ね、え、何か見つけた技。ん、見えなかった。なんで敵の技、え、強いかね。レベルアップしなきゃこれ。まあ、素早さの方がいいかな。とりあえず身体化回復属性をからん。あ、僕そう、はい。あの、ミティアレベルアップしたい。誰かな？レッドかな？レッド、まあ、レッドのミティアかな。イカズチよりこの敵の技。え？戻った。ああ、そっか、そっか。まあ、1分かったよ。あの人誰？話しましょう。あの人と何の敵？人間か？ヴァンガード。いや、頭の回転が速い。彼女は頭の回転がとても速いです。頭の回転が遅い。あの学生は、あ、これは前のページこの本勝手にページを、動いている。なんだ、あ、レッドダメ、誰リミットじゃない、ケールしよう。これ何、あ、いえ、ケールより甘い癒しの風。レッドは死んでいる。かなり弱いこのレッド。なんて弱さだ。まあ、二つの気を消える全回復ですね。構えたら。構え、
たち、かまいたちか。かまいたち。レメット、まあ、これは何？今日切り、今日切り、見よう。でも、今日切りであの人死ぬ。ちょっと見よう。今日切り。今日、まあ、今日切り強い。強い今日切り。頭の回転が遅い。あの学生はやや頭の回転が遅いです。何これ？見てよか。ポーション。ポーションいらない。こっち何もない。これ扉。こんにちは。あ、どんどん頭を跳ねる。あの仕事の仲介者は、え、何？パンチアウト。これはゲームか。まあ、まあ、ヒーレーザー。弱い。なんだそれ、クリティカル。このパンチマシーン。頭を跳ねる、跳ねる。あの仕事の仲介者は、日雇い、借金、日雇い、日雇い賃金、日雇い賃金。こんにちは。キア、殺さないで、北条博士に言われてやっただけなんだ。その証拠に、ほら、68回までの登録機を君たちにあげるよ。敵だったらこんなことするはずないだろう。ね。そうですか。キア、殺さないで、北条博士に言われてやったんだけ。これ、出てけ。よし、入れる。何もないか。こっちはない、何もない。こっちも何もない。何もない、こっち。はい、次の場所。こっち。こっちじゃないね。こっちはも戻るかな。戻るところ。じゃあ次のページ。次のページで。あの仕事の仲介者は、日雇い賃金の3割。3割も頭を跳ねています。よし、次のページ。頭をひねる。頭をひねる。新事業計画の発案に頭をひねりました。頭をひねる。こっちかな。これはなんだ、エレベーターこれ。何もない。じゃあ、こっちだな。こっち。これは何？レーザー。ポーション、ポーション、ポーションいらない。こっちか。ああ、次のフローをしよう。ねえ、あの階段降りるなら、どこかな。まずこの右のやつ殺す。エリスかなり弱い。まあ、エリス魔法人だろう。スレッド、なんだスレッド。ああ、弱い。レッド弱い。死ぬかな。ああ。死ぬかな、このレッド。大丈夫か。スレッドファン。まあ、一匹殺した。その一匹じゃないの方がいい。ああ、でも。蹴る。自分で蹴る。自分で蹴る。このやつ。戦う。
Uliza. Ulizala. Oh, can I see your Ulizala? Ah, この Eris の limit やつですか。みんな回復しよう。頭を増やす。あ、敵はもっと強くなったね。まあ、でも私の選んだ仲間はかなり弱い。防御低いやつら。あ、そうだな。とりあえずシータ。シータのどこだ？あ、こっち。いらないだろう。何もないかな。あ、でもカードキー持っている。あの扉開けるかな。そっちじゃない。みんなは66階エレベーターで待っているわ。カードキー持っている。そうだな。今カードキー持っているから、この看守のところ、カードキー使えるかな。こっち、カードキー使えるかな。入れない。いや、入れない。このところ何？意味ない場所。66か。エレベーターの66行くか。こっちも敵。頭を冷やす。喧嘩をやめて頭を冷やしなさい。頭を痛める。あ、本物をセーブしようか。22分か。なんだ、ダメか。こっちか。インスペクションバンクか。じゃあ66行こう。まあエレベーター66。頭を痛める。彼は引退後の暮らしについて頭を痛めています。頭を抱える。彼は難問に頭を抱えています。頭を丸める。睡眠。頭を丸める。彼は最近頭を丸める決心をしました。頭を持たげる。レッドとエリスかなり弱い。そうだな、守るため、あの、カバオか。あのカバオ、クラウドに。そして、この弱いもの、守るね、クラウドは。頭を持たげる。彼女は最近一流、じゃあ66までエレベーターか。エレベーターどうかわからない。
これは66か。ストーカーさん。これは66のエレベーターか。こっちか。入れるこのオフィス。どこ ?66 のエレベーターこっちだろ。誰？あ、おい、なんだ？ルード。上を押してもらおうか。タックス、罠か。タックス、誰？スリリングな気分を味わえたと思うが、楽しんでもらえたかな。く。あのカツインのところ、昔のカツインのところ、はい、今はあの漢字のところ行くか。みんなも捕まったのか。エリスはどこだ。安全な場所、安全な場所にいる。あれは貴重な広大種の生き残りだからな。知らんのか。自らをセトラと呼び、数千年の昔に生き、今は歴史の中に、埋もれてしまった種族。セトラ、あの娘がセトラの生き残り。セトラ、すなわち広大種は、そうだな、あの漢字の読み方セトラかな。調べた。広大種の方がいいかな。広大種、セトラ。セトラ、広大種。まあ、我らに約束の地を教えてくれる。この女には期待しているのだ。約束の地、それはいい伝えではないか。だからといって、放っておくにはあまりにも魅力的だ。約束の地は途方もなく、ゆらかな土地に言われているからな。土地がゆずらかだということは魔法エネルギーだな。その通り、そこでは金食い虫の魔法炉など必要ないのだ。裕福、豊富な魔法エネルギーが勝手に吹き出してくる。そこに建設されるネオミッドガル、我がシンラーカンパニーのさらなる光栄。プスバケ、夢見てんじゃねえよ。おやおや、知らないのか。最近では金と力さえあれば夢は叶うのだ。さて、会見、会見はこれで終わりだ。さあ、下がれ。待ち上がれ。てめえには言いたいことが山ほどあるんだ。
社の韓国のた韓韓国だな、うん、なんかあるなら秘書を通してくれたまえ。たまえ、たまえ。よし、この場所を空いた。なんでティーファと一緒？ひそひそ逃げられるかな。ちょっと厳しいな。俺に任せておけ。ちょっと厳しいな。ひそひそ弱気にならないでよ。俺に任せておけ。ひそひそこれはお頼もしい。トイレ。俺任せて。バレットはどうしてるかな。バレはどうしてるかな。おい、エリスは高大衆で、高大衆の本当の呼び名はセトラ。それで高大衆は約束の地って場所を知っていて、シンラはその約束の地が欲しいと。でも約束の地ってのはイースタイに出てくるだけで、本当にあるのかどうかは分からねえ。これでいいのか？うん。約束の地には報復かな、な魔法エネルギーがあると神羅の連中は考えている。でええことは、シンラはそこに行ったら、また魔法エネルギーをガンガン吸い上げちまおうってことだ。そうこも、トーチが隠れちまおうな、星が病んでいくわけだ。放っちゃう、これは放っちゃうわけね。アバランチメンバー。帽子だ。俺ティーファクラウド、それにエリスもだな。おめえどうだ。よし、ハイーナさん寝ているか。うまんねえ野郎だぜ。すまんねえ、すまんねえ。それだけ。終わりか。レッドはどうしてるかな。ちっちゃん、ちっちゃん、ちっちゃん、へえ、ちっちゃんね。何がおかしい。いや別に、へえ。エリスはどうしてるかな。よし、最後のエリス。ソニック、スーパーサイエンソニック、エリス、クラウドそこにいるの。はい、エリス。エリス、無事か。うん、大丈夫。きっとクラウドが来てくれるって思ってた。ボディガード依頼しただろう。報酬はデート1回だったよね。なるほど。ティファ？ティファもそこにいるの？すいませんね。あのね、エリス。質問があるんだけど。何？約束の地って本当にあるの？わからない。私知っているのはセトラのみん星より生まれ星と語り星を開く。それからセトラのみん約束の地へ帰る。地上の幸福
星が対し定めからさきまとめのうち決めて、どういう意味？言葉以上の意味知らないの？星と語り、星が何か言うの？人が大勢いてざわざわしてる感じだから何を言っているのかよくわからない。今も聞こえるのか？私聞こえたのはスラムの教会だけ。ミッドガルはもうダメだって母さん、本当の母さんが言ってた。いつかミッドガルから逃げなさい。星と話してエリスの約束の地見つけなさい、母さんが言っていた。大人になったら聞こえなくなるんだと思ってたけど、終わりか。終わり。今は何？脱出。とりあえず眠っておこう。よし、ティファと眠りましょうか。なんでそっち？ベッドに入って。ティファとベッド。まあまあ、クラウドはカマだから、どうかな。多分ティファ興味がないだろう。お、カマクラウド。開いている。なんで？てんてんてん。てんてんてん。なんで開いている？あ、夢。あ、覚えている。夢だな。ドアが開いている。いつの間に？いつの間に？あ、死んでいる人。大丈夫？どうしたんだ？大丈夫？まあ大丈夫じゃない。死んだね。死体です。これ開けない。これも開けない。どうしたんだ？じゃあどうかな？進むかな？え？何？起きろ。これ進めない。なんだろう。こっちじゃない。ティファ。ティファ、起きろ。どうしたの？様子がおかしい。外を見てみろ。ベッド。よし。ベッド空いている。一体何があったのかしら。きっとここの鍵を持っているはずだ。ほら、ティファはエリスを、俺はバレットたちを助ける。俺はバレットたち。なんだか怖いわ。何かに襲われた。これは夢か。よし、レッドちゃん。バレット、レッド、13。来てくれ。様子が変なんだ。どうやって入ってきた？どうして扉が開いているんだ？ああ、逃げた。クラウディ一人。どうしちまったんだよ。人間の仕業。人間の仕事ではないな。わざ仕事かな、私がこの先の様子を見てくる。こいつの後始末は俺に任せて。お前らは先に行け。神羅に見つからねえうちによ。誰？この人を始末。もう死んだだろ。どうしちまったんだろう。さあ、レッドジさんの後を追いましょう。よしよし。バレは？何をやっている？バレ。こいつの
あと始末は俺に任せて。お前らは先に行け。信頼に好かれないうちに。なんだバレ。この全部扉を閉まっていた。何をやってる、うん、ああ、またシタイ。シタイさん。またシタイ。シタイばかり。うち。ああ、それはレッドカン。レッドちゃん。なんだ、食べているレッちゃん。ああ、この人脱出した。逃げたのか。ジェノバ。ジェノバサンプル。察するに、上の階に向かったようだ。奥のサンプル用エレベーターを使ってね。なんだ、今回ティファとエリス。これはあのサンプルか。うん。どこ？頭を抱える。彼は難問に頭を抱えています。頭を丸める。彼は最近頭を丸める決心をしました。頭をもたげる。彼女は最近、一流の歌手として頭を持たげてきました。うん、フェニックスの二つ。これはレッドの、いや。うん、またしたい。じゃあ、ほんまはセーフしようか。もう少し進むか。それともちょっと休む。うん、まあ、今日ちょっと進みたいから、もう少しかな。うん、もう、そうだな。まあ、ちょっと休む。5分くらいかな。その後、進みます。そうだな、お茶を入れます。